FC ザクセンライプツヒはドイツにかつて存在したサッカークラブ。ザクセン州ライプツヒをホームとしていた。愛称のセーミは東ドイツ時代のクラブ名に由来する。クラブの間接的なルーツは1899年創設の FC ブリタニア1899ライプツヒと 1932年創設の SV トゥルネンウントラーゼンシピーレ1932ライプツヒの2クラブにある。この2クラブは1938年に合併し、すラ1899ライプツヒとなる。第二次大戦中の1944年に SPVGG ライプツヒ1899と合併し、クリッグス SG トゥラ。 spvgg レピシグと名乗る。第二次大戦後、クラブは解散するも、ライプツヒにはいくつものスポーツクラブが創設される。その中で、現在のクラブの源流といえる SG ライプツヒ、ロイッチュが誕生。その後チームは、ライプツヒにあった、いくつかのクラブと合併し、ZSG インドゥストリーライプツヒとなり、1950年に、 BSG ヒエミー・ライプツヒと名称を変更した。BSG ヒエミー・ライプツヒと名称を変更して、初めてのシーズンとなった1950から51年シーズンに DDR オーバーリーガで優勝。最終節で BSG キュービネアフルトを逆転しての優勝であった。1954年に選手が SC ロコモティーベ、ライプツヒと契約したことからチームは解散するが、 1963年に復活。復活後初めてのシーズンとなる1963から64年シーズンに、金差で SC エンポルロストックを抑えて、リーグ戦優勝を果たした。1966年に2度目のカップ戦優勝を果たしたのを最後に、60年代後半よりクラブは、低迷期に入った。1969から70年のシーズンで4位に、 なったものの、1970から71年シーズンには、ついに14位で2部降格。その後、70年代、80年代は、典型的なエレベータークラブとなり、一部と2部を、幾度も往復した。FC ザクセンライプツヒ初年度のメンバードイツ統一の、家庭で1990年に、クラブが再編される。同年3月。 チームは FC グリューンバイスライプツヒに名前を変更。さらに8月に SV ヒエミー・ベーレント合併し、現在の FC ザクセンライプツヒが成立した。2000から2001シーズンに一度目の債務超過に陥った。2008年より新たに再編されたレギオナルリーガノルトに所属。2008から09シーズン中の2009年2月。 チームは二度目の債務超過に陥り、オーバーリーガーに降格。2009から10シーズンは、本拠地をかつて、ホームスタジアムであったアルフレート・クンツェ・シュポルト・パルクに移した。2011年5月30日、債務処理の一環としてチームは、協会登録を抹消し、チームは2010から2011シーズンをもって、その歴史を終えた。アルフレート・クンツェ・シュポルト・パルクなし。 ありがとうございます。